はいはい、どんだけ連打してんだよ、ったく。はいはい、出るよ、うるせえな。こんにちは、今お時間よろしいですか？しまった、訪問販売員かよ。私、古置薬品の楠木夏実と申します。本日は弊社の新商品のご紹介に来ました。可愛い女を派遣すれば買うとでも思ったか？残念、貧乏人の家に来たのが運の月だったな。俺この後バイトなんで。ちょっと待って、って入ってるし。今回の新商品ですか？楠木さん、こちらデカマランディです。精力剤の訪問販売？今ここで定期購入のご契約をすればこのお値段。無理。なんで？こんなにお安いんですよ。高いわ、こんなうさんくさいものに大金払えるか。だいたいそんな金払えたらこんなボロアパートに住んでねえよ。効果もわかんねえしよ。その効果についてですが、今ならサンプルとお試し体験がついてきますよ。お試し体験？遠慮しないで。なあ、結局定期購入を契約しちゃったよ。しかも途中解約の倍、違約金が50万円ってどう考えても悪質じゃねえか。お、なあ、もう誰だよ。今お時間よろしいですか？一度悪質な販売員から商品を買ったが最後、同業者に顧客リストが出回り、毎日のようにあらゆる悪質な販売員が。